研究所カラオケサービスのお時間です。今回ボクシーの投稿を楽しみにするようです。ボクシーが大好きな全国大妻です。はい、誰が運転するかで揉めてた岩明です。よろしくお願いします。さあ、では早速何をするんでしょうか。今日はもう待望の投稿編をやっていきます。はい、もう早速乗り込んじゃいますので行きますよ。さーのジャン。します。いいですか。はい、はい、何これすごい、はい、すごい車がここにありますよみたいな透明になって見えてるんですね、はい、すごい。これはずーっとこれ表示されてるんですね。見たい。あなたもうこの画面だけ映しててもいいですね。そうこうすごい。どういうことですか。今なんで色がついたんですか。止まったら色がつくみたいな。私が乗ってるのもう透明で映ってたらちょっと嫌だ。乗り心地はいいです。静かですね、うん、本当にハイブリッド言われても分かんないぐらいな動き出したと透明になる。どうですか、加速力、走りやすさは。走りやすいですね。人の車もこうやって映ってるんですね。どうですか、標識反応とかメーターでガラスにちょっと映ってるのでメーターがですね、ここから見えないけれどもヘッドアップメーターでウインカーの出し具合はどうですか？スラッと上がって、はい、なんか今の新しい車ってポンって開けたら3回5回ぐらい点滅して元に戻ったり。このタイプはどんなですか？スラッと上がるのでもう2段階でパンパンみたいな感じ。はい、引っかかりはない。はい、じゃあこの止まれを左で。本当は映ってるってことですね。止まれが。ヘッドアップモニターに映ってます。減速すると映るんですね。低速の時は映るからですね。線も越したらすぐ隣さん。なるほど、だからタイヤとその車の位置とか出るようにってことなんですね。下にあれでしょ、なんか物落ちてたら気づくってことなんですよね。缶とかがあってってなった時映るんでしょう。うん、ビニール袋とか落ちてることあるじゃないですか。はいはいはい。避けた瞬間に風の影響で結局避けた位置に来ちゃって元に戻る、当たっちゃうっていうことあるじゃないですか、はい、で運悪かったらマフラーにへばりついちゃって、うわーみたいなのがこれだと分かると思うんですね。ゆっくり低速でいけば。ちなみに内装編で触れなかったここに運転手の顔を判断して、よそ見してたりとか居眠り運転してた時にお知らせしてくれるオプションがこれついてますんで。ここです。そうですそうです。ここに。すごいですね、これも。居眠りしてたりとか、ね、そう見してたらハンドルに電気流れて起こすタイプですか？いや、多分原発が飛んでくるだけです。山ちゃんが運転してる時に。だって山ちゃんしょっちゅうやってるから分かるよね。いや、お昼ご飯食べた後ってこういう仕事になるじゃないですか。なりますね、はい。しょっちゅう寝てますもんね。呼びかけられてもあんまり気づかない。そうですね、寝てますもんね。なのでそれをこう車でこんなんなったらちゃんとアナウンスで起こしてくれるんですよね。なんか振動をビビビとか与えたりみたいなことですね。与えたりというか車線はみ出してもハンドルがブブブブブってなるやつありますね。ああ、どうですか、おすすめして。電気流れました。いや、全然流れないです。はい、山ちゃんすぐ寝ちゃうんでもう心配かもしれないんですけれども、でもふとしたよそ見はしないんで大丈夫ですよ。信号待ちとかで待ってる間って手持ち無沙汰じゃないですけど、なんかこうあちこち見てて、でたまにこう自転車に乗ってる人なんか見たら、はい、あ、自転車乗ってるんだって、そこに見入ってしまって信号が。じゃあ歩いてる人がいたら散歩してるんだと猫がいたら歩いてるんだと鳥がいたら飛んでるんだと幸せなやつですね。そんなこと思いながら戻ってきましたね。映画が安いと左。じゃあいいお店があるじゃないですか。あれなんていうお店なんですか。ここは車検の小箱都城神明町西交差点の横にあります。はい、ありがとうございます。ボクシーが到着しましたんで。いいですね。もう本当にこの透明なやつに全部持っていかれた感はありますね。透明なやつと矢野ちゃんの居眠り運転で全て今日終わった感じなんですけれどもこれ乗らないとやっぱり体感できない、わからない、確かにそうですね、伝わらないじゃないですか、これ説明しても。そういうのが営業マンだと思うんですよ。それが仕事だと思うんですよ。確かに、まあ、乗った感じ普通の車と変わらないんですけど、安全機能だったり、こういったモニターで車の走行が見れるなんて、これは驚きでした。今回この動画がいいねと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。じゃあまた会いましょう。バイバイ。